はい、こんにちは。今回はですね、こちらのですね、よく DIY でご覧になられたことあるかと思うんですけども、こちらのですね、ワークベンチ、これをね、どんなものかっていうのをですね、まあこれから DIY を始めていこうかなっていう方のためにですね、ちょっとね、新しいの買ってきたんで、これを組み立てていきたいと思います。で、今後のですね、動画でこちらのワークベンチ、これを利用して、まあ面白いものが作れないかなって考えてるんですけども、まあね、そういったところも作っていこうかなと思いますんでね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではやってみましょう。はい、それではですね、まずね、こちらを開封していきたいと思います。こうやって開封していったんですけど、まずこちらですね、こちらにバイスって言われる部分なんですけど、まあ、こうやって台を押さえたりするようなこの部品ですね。こちらが4個。それと、まあ、ボルト関係、ネジ関係ですね。これと、こういったテーブル板ですね。で、これはね、ここにですね、まあ、定規もついてますね。結構長いこと定規ついてます。600ちょっとですね、604ミリですかね。までこちらメモリがあります。それと、ね、分度器もついてますね。非常に便利じゃないかなと思います。このテーブル板が2枚、板の板が2枚ですね。それとこちら。こちらスライドベースと言われる部品なんですけど、これはね、テーブル板を乗せて、こう、やっていくとね、テーブル板、まあ、天板の部分がですね、前に来たり、後ろに持ってったり調整して、ね、こう幅を調整して使っていく部品です。それとこちらですね。テーブルの足となる部分のこちらのフレーム、それと足と足をね、こうつないでいくこのプレートなんですけどね、かっこいいですね、ワークベンチ。これを書かれたのが1枚と書かれてないのが1枚、これで合計2枚あります、ね、では早速これをですね、すべて組み立てていきたいと思います。ではまず最初にですね、こちらの足の部分なんですけど、足のこの先端ですね、ここにね、こういった形の脚部カバーというのをつけていきたいと思います。で、こちらの足になる部分なんですけどね、まあ、左、右って書いてるんで、すごくわかりやすいかと思います。で、こちらの脚部カバーなんですけど、若干これ斜めになってますよね。でもこれ向きがありますんで、ちょっと見えにくいかもしれないですけど、こう開いた時にですね、狭い方がこう内側に来るような形ですね。こんな形ではめていきます。はい、こんな感じでね、これもただはめるだけなんで、結構簡単にできますんで、まあ、こういう形ではめていきます。次にですね、こちらの足に右、左って書いてあるんですけど、このステッカー、片面しか貼ってないんですよ。逆には貼ってません。片面しか貼ってないんで、このステッカーが自分から見えるような位置にですね、手前の方に向けて、これを右は自分から見て、右、左という形でですね、こんな感じで、まあまあ、置いてもらってもいいと思いますけど、まあ、ちょっと撮影のためにちょっと置いてるんですけど、こちらのですね、ボルトとナットで留めていきたいと思います。で、このボルトナットなんですけど、付属品にですね、これですね、サイズが違うのが入ってましたので、で、これは細い方で留めていきます。で、ここをですね、このくぼみをこの足のですね、足にこうはめるんですよ。こんな感じですね。こんな感じで止めて、そしてこちらのナットですね、このナットをこの柱の裏ですね、裏に控えた状態で、ワッシャーとボルト、これをこうつなげてですね、こういう形で貫通してきますんで、これをですね、このナットで止めていきたいと思います。こんな感じですね。で、最初はね、こういきなりドライバーとかできつく締めなくていい方がいいかなと思います。最初はね、手締めって言ってですね、まあ、軽くこう手で締まる程度でいいのかなと思います。で、これをですね、4箇所、こうですね、4箇所つなげていきます。はい、こんな感じでですね、つなげました。で、まだね、これ、本締めって言って、ドライバーとかでこうきつく締めたりはしてないです。最初はね、軽く締めた方がまあいいかなと思いますんでですね、まあ、仮止めですね。仮止めで軽く締めてます。で、同じようにですね、
こちらね、もう一枚、これ書いてない方のプレートなんですけど、これもですね、逆を向けたらですね、これ畳んでる状態なんで足の高さが違うんですけど、今度はこっちですね、ここ開いたらですね、同じような位置に行きます。でね、ここにね、先ほどと同じように取り付けていきたいと思います。こんな感じでですね、表裏とですね、プレートをつけていきました。はい、次にですね、こちらのですね、今ボルトの方仮止めして、で手でもう手で締まる程度しか締めてないんで、これをね、まあ、均等にですね、グッと奥までですね、このネジを回して締めていきたいと思います。でこれ締める時なんですけど、締める時はですね、ここからですね回していくと、こんな感じでですね、ナットが一緒に回っちゃうんですよ。こうやってナットが一緒に回ります。いくらこれ回してもナットも一緒に回るんで、締まってないのでですね、付属品のですね、こういったのが付いてますんで、これをこんな感じではめてもらってですね、そしてきちんとこれを押さえて動かないようにして締めるとですね、こういった形でね、締まっていきますんで、これをね、すべての箇所止めていきたいと思います。はい、こんな感じでですね、片面4箇所ですね、これ裏もんですね、こちら4箇所で、合計両面でですね8箇所、こちらのですねボルトの方を止めました。次にですね、こちらのですねテーブルの板なんですけど、これをね、今これ上表面なんですけど、これを逆面にしてもらって、ここですね、でここにですね三角のこのくぼみがあります。これを同じくですね、もう1枚こちらもくぼみがありますんで、くぼみとくぼみがですね、まあ、内側を向き合うようにしてもらって、これでまずですね、こうピタッとくっつけておきます。でこれ両方裏面になるんですけど、これがね、ここにですね、ちっちゃな穴がこれ4つずつ4箇所ね、これ合計16箇所ついてるんですけど、これが裏面になります。これが上を向いた状態でこうやってまず置いていきます。はい、そして次にですね、こちらのスライドベース、このね部分なんですけど、これですね、この穴と、まあ、あそこの穴ですね、これがこうぴったりこう合うような形になるんですよ。こんな感じですね。でこちら側はですね、固定されてるんで、この向きなんですけど、これもこうならないようにこの向きで取り付けます。でこちらですね、2箇所つくんですけど、これね、これがハンドルになります。これで前後にこれ動いてですね、このテーブルが開いたり閉まったりしていくんですけど、このハンドルをですね、必ず同じ向きに向けておいてください。そしてこちらのですね、木ネジ、これをね、この穴にですね止めて、まあ、全部で16箇所これを止めていきたいと思います。はい、こんな感じでですね、4箇所にですね、今木ネジをつけていったんですけど、これで、ね、まだガチッとこうね閉じてないんですよ。これ軽くしかまだ締めてないです。で先にですね、すべて軽く仮止めをした後にですね、最後これ、まあ、均等にですね、奥までねネジをつけていきたいと思います。こんな形でですね、テーブルの方取り付けができました。こんな感じですね。でね、これでハンドルをですね、これ向こう側に2つハンドルがあるんですけど、これを回すとですね、こんな感じに今開きましたよね。こんな開いたり閉まったりします。はい、次にですね、こちらですね、足がねこういう形で立ったんですけども、これをですね、この足のフレームのここなんですけど、穴が開いてますでしょう。これ貫通した穴が開いてるんですよね。こっちとこっちにも穴が開いてます。こっちにも開いてます。これね、それぞれですね4箇所穴が開いてるんですよ。でこれですね、右左というこのシールがステッ
ステッカーが貼ったのを、まあ、自分の方ですね、手前側に向けた状態でですね、こちらのですね、先ほどね、組み立てをしたこちらの天板のですね、作業テーブルの方を組み立てていこうかと思うんですけど、このですね、レバー、これがついているのをですね、このステッカーと同じ向き、自分の方に向けておいてください。で、先ほどのですね、こちらの穴なんですけど、ここにですね、こちらも穴が開いてますよね、2箇所あります。で、これをですね、今これはめてるんですけど、こんな形で合わせた状態でですね、穴の中にですね、今度はこちらのですね、大きな方のボルトね、大きいボルトにワッシャーがこれ2枚ついてます。で、これナットがついてるんですけど、これをですね、外側からこう内側向けて、内側ではですね、これナットですね、これナット向きがありますんでね、これご注意ください。これね、丸みを帯びている方が外側向きます。ですからこれボルトが来たらですね、丸みがある方は外側向いてるという形ですね。こうならないようにご注意ください。これをそういった形でこう先ほどの穴に貫通させてですね、これ取り付けていこうかと思うんですけど、これね、ちょっと注意しておいていただきたいのが、これですね、先ほどみたいに最初はですね、まあ仮締めで軽く手で回す程度で止めていこうかと思います。ただですね、これね、あまりにも強く締めすぎるとちょっとね、これを折りたたんだりできるんですよ、この作業台なんですけど、これ折りたたみできるんですけど、あまりきつく締めすぎると折りたたみしにくくなるかと思いますので、まあ、適度な力でこれをね、締めていただくようにしてもらったがいいんじゃないかなと思います。あとですね、こちらのボルトの締め付けなんですけど、先ほどのね、組んでね、こちらもですね、ナットとね、一緒に回ってたりしてたでしょう。で、こちらですね、13ミリあるんですけど、この13を内側で溶けといて、これね、両方でグッとこう締めてもらった方が、まあ、本当はいいのかなと思います。で、こちらですね、これ十字になってるんですけど、ドライバーでもね、締まるんじゃないかなと思いますんで、まあ、私はですね、まあ、ドライバーで締めていこうかなと思います。ではね、もう皆さん好きな形で締めていただければと思います。ただですね、締めすぎには注意してください。こんな感じでですね、仮止めをしていったんですけど、これまだね、結構緩いんですよ。まだ緩いです。で、この仮止めからですね、真裏なんですけどね、13ミリ裏のナットにですね、こんな感じでかけた状態で、まあ、私はね、ここをドライバーで締めていこうかと思うんですけど、まあ、先ほどもね、ちょっと注意したような形でですね、あまり締めすぎるとこれ折りたたみしにくくなっちゃいますので、まあ、適度な力で締めていきたいと思います。こんな感じでですね、締めました。でね、これをね、まあ、これを含めてなんですけど、4箇所先ほどね、全部止めていた部分をですね、止めていきたいと思います。まあ、本締めですね、本締めで止めていきたいと思います。はい、こんな感じでですね、こちらのですね、ワークベンチ、こちらがですね、組み立てが完成しました。で、これ使う時なんですけどね、使い方に合わせてこういったバイス、これをですね、まあ、開いている穴にですね、好きなような形で差し込んだりですね、あとですね、こちらのレバーをですね、回転させるとですね、こんな感じでですね、結構広がるんですよ、ね、結構広がってから、まあ、この上にですね、さらにね、まあ、ちょっと板でも置いたりしたらですね、ちょっと広く、ね、使っていただけるんじゃなかろうかなと思います。はい、こんな感じでですね、まあね、今から DIY を始めようかなとかですね、思われる方ですけどもね、ぜひね、こういったワークベンチ、まあ、ご利用されてはいかがかなと思います。でね、こんな形で簡単に組み立てができますんでですね、ぜひね、こういったのも安くで売ってます。私はこれはですね、この分は3000円ぐらいで、まあ、購入しました。あとですね、こちらのですね、天板、この部分なんですけど、これはですね、開閉だけでしたね。ここが開いたり閉まったりだけなんですけど、この天板がですね、こう回転したりするようなワークベンチもありますんで、それはですね、まあ、皆さんぜひね、好みのですね、ワークベンチ購入されてですね、ぜひ DIY で楽しんでいただければと思います。で、次回はですね、こちらのワークベンチを使って、まあ、ちょっとね、面白いテーブルを作っていこうかなと思いますのでですね、まあ、そちらもぜひチェックしていただければと思います。ね、ぜひね、その動画もですね、まあ、お見逃しないようにですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではですね、まあ、こちらのワークベンチ、ね、今回はですね、初心者の皆さんね、DIY 初心者の方にですね、まあ、ちょっとおすすめとしてですね、簡単な組み立ての動画となりました。またですね、次回の動画でお会いしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。